皆さん、こんにちは。たてしのプログラミングの姫野です。この動画では、第4次産業革命、組み込みエンジニアの将来性がありすぎる件ということで話したいと思います。若干、煽り気味のタイトルですけど、この数年以内に、エンジニアになるなら、組み込みやっとけって言われるぐらい、組み込みエンジニアの需要ってこれからすごい広がると思っていて、そこら辺の話をしたいと思います。 え皆さんも最近聞くと思いますけど、IoT と AI が流行ってきているっていうのがあります。ITCJAPAN っていう調査会社があるんですけど、まあ、そこの発表によると、2027年までに IoT 市場は年間約8.5%程度の成長率を継続するっていうことを言ってるんですね。金額で言うと、えー、去年20年2022 市場規模5兆円だったんですけど、それが2027年になると、8兆円ぐらいまで拡大するということらしいです。 続いて、こちらが内閣府の資料になりますけれども、IoT とか AI って結局何に使われるかっていうと、今まで人がやってきたその作業の代わりであったり、そのサポートするとか、そういうところに使われるもので、これからの人の働き方が変わるというところで、第4次産業革命と言われています。詳細はこちらのリンクを見ていただければと思いますけれども、IoT とか AI は確実に 人の生活を変えると思います。この数年以内、2030年になるまでには、人々の生活にだいぶ寄り添っている状態になっているんじゃないかなと思います。実際、ChatGPT も公に出てから1年も経ってないですけど、API を提供しだした瞬間に、ものすごい数のサービスが生まれましたよね。それと同じ感じで IoT とか AI、組み込みのサービスが何か出てきたら、 爆発的にに伸びるんじゃなないいかなというふうに思ってます組み込みの IoT、AI がどういう感じなのかっていうのを知る方法ってなかなかないと思うんですけど、国内の展示会だと ITWEEK っていうのがありまして、そこでいろいろ情報収集ができるんで、これから組み込みやりたいなとか思っている人は、ぜひ ITWEEK に行ってみることをお勧めします。1日楽楽ししめる感じでですすねね私はその理解楽しかったです、ね 最近、組み込みエンジニアになる敷地が下がってるんじゃないかっていうふうに思っていて、そこら辺の話もできればと思います。今までの組み込み開発といえば、電気回路が分かる人がいて、それを基盤に起こして、その後ソフトを書く人がいて、出来上がったらそれを箱に収める人がいてみたいな感じだったんですけど、メーカーでエンジニアやってたのやめて、個人事業主で組み込みの案件をもらうときに、いろいろ分かってきたんですけど、 最近の,その組み込みをやってる、えー、ベンチャー企業とかって、ほとんどこういう開発をしていないんですね。ESP32 とかラズパイとかーソックとか、あの出来合いのものを使って、そこにサクッとこうコード書いて、モジュールくっつけて、自社技術を乗っけたサービスとして売ってるんですね。今までのように回路を起こしたり、ソフトを書いて動かすまでってすごい大変だったんですよ。もうまず一発で動かないから、 ハードが原因なのかソフトが原因なのかって探んなきゃいけなかったし、それもある程度知識がないとできなくて、参入障壁、かなり高めだったんですけど、こうした SOC 系のものが出始めてからは、一気にその誰でもできるような状況が出来上がってきているなというふうに思います。で昔の組み込み開発といえば、もうとにかくマイコンの容量が小さかったんで、もう少ないロム容量にどんだけ詰め込めるかみたいなところのテクニックをいろいろ使って、 もう今やマイコンのロム容量ってもうかなり大きいんでコード削って削ってとかってやる必要もそんなにないし前はシングルコアでもういかに割り込みで待って変な動作をしないかとか考える必要があったんですけどマルチコアマルチスレッドが当たり前なんで基本その計測系を走らせたり通信系を走らせたりっていう風にして各処理をもう例えば別のコア別のタスクに分けて並列に動かすっていうことでやっていくんで シングルコアで組み込み開発やってた人たちにはちょっと難しいようなマイコン開発の状況になってます。私もその一人で、ずっとメーカーでシングルコアのマイコンしかいじったことなかったんですけど、例えばこの ESP32、M5 スタックとかって ESP32 のマイコンが入ってるんですけど、これはコアが2個あって、いくつもスレッドが立てられるんですよね。なんで そこら辺の勉強とかも私は個人事業主になって最初しましたね。あ,のあとラズパイで言えばマイコンで計測する AD コンバーターっていうのがあるんですけど、ラズパイには AD コンバーターがないとか、今どきの組み込み開発って原始的なところを学ぶ必要はそんなになくて、まあ、突き詰めて言えばそういうところが必要になってくるし、知識があればあるに越したことはないんですけど、今時の組み込み開発って通信をうまくやれるっていうところが一番重要 なな感じになっていると思います例えば SOC とくっつけてるモジュールとの I2C 通信とか SOC からとあるサーバーに対して HTTP リクエストを送るとか Bluetooth でつなげて、まあ、例えばスマホとつなげて何か制御するとかそういう通信系の技術が最近は特に重要になってきてるかなっていう感じがしますね。 であとは書いたプログラムの管理では GitHub を使うんで、そこら辺もうまくできないと、複数人での開発するには難しいかなっていうところがありますね。なので、正直、私メーカーにいた時でって10年やってましたけど、同じマイコンでずっと同じような感じで製品いろんなものを作ってきたんですけど、多分これってかなり古くて、 もうこの数年で組み込み開発の現場も大きく変わっていくかなというような気がしています。そういった状況なんで、組み込みエンジニアは将来性は高いかなというふうに考えています。さらに、開発環境も整ってきているので、割と参入障壁も低い状況ですね。そうした感じで今後、拡大すると思うんですけど、それだけではなくて、市場に出すまでに評価も必要になってくるんで、その評価人員とか、 一旦そのサービスを出したら、保守メンテが必要になるんで、組み込み機器の保守メンテができる人とか、あとカスタマーサポートが必要になるとか、開発業務だけではなくて、付随する業務もたくさん需要が生まれてくると思うんで、組み込みの業界にいれば、少なくとも仕事がないっていう状況はないと思いますね。なので、何か将来なりたいものがまだ決まってないという人は、 組込みみ込のの業界を目指しててもいいいかなとううふうに私は思ってます <music> どうやって組み込みエンジニアになればいいんですかという話で、これは別の動画でも言っているんですけど、私のおすすめは新卒でメーカーに入るの一択ですね。これが一番簡単です。そこでたくさん知識を得て会社に貢献するもよし、 自分で起業するもよし、他社でもう少し違う土俵でやってみるもよしという感じですね。まあ、今時は組み込みもフルリモートでできることもあったりするんで、いいかなというふうに思いますね。えー、中途で入る場合は、一旦ブラックな職場を通ってからじゃないと厳しいかなというふうに思いますね。もう何より実績をまず作れば、えー、メーカーなり、ベンチャーなり飛べるんで、基本、中途で入ると、 まあ過酷だと思いますけど、そこを一旦経験して実績作って他社に行く、も、ま、う、あ、それでホワイトなメーカーに行くのがまあ無難かなっていうところですね。で、あとはあのマイコンの開発だけじゃなくて、さっき言った IoT とか AI って、結局、クラウドとかにつながなきゃいけないので、そういった知識が組み込みエンジニアにはないんですよね、なので、そういったところができる人っていうのも、組み込み業界には必要な人材になりますね。 まあどういう取り決めで組み込み機器とクラウドが通信するんですかとか、クラウドだけで処理させると結構サービス利用料取られちゃうんで、組み込み側にそのある程度、まあ、エッジって言うんですけど、組み込み側で情報の選択とか加工した上でクラウド側に渡すとかっていうところですね。そういったところも需要があるかなというふうに思います。 ということでまとめになりますけども、組み込みエンジニアの将来性は非常に高いです。年間8.5%ぐらいの成長率があって、それは IoT とか AI ブームが後押ししている状況です。でもし自分でその IoT、AI を勉強したいんだったら、i t ウィークに行ってみるといいかなというふうに思います。で組み込みエンジニアになるのは、最近は一から組み込み機器を作るのではなくて、出来合いのものにサービスを乗っけるという形で、 やってることが多いですで組み込みエンジニアになるんだったら、私のおすすめは新卒でメーカーに入るですね。これが一番いいと思います。もし中途だったら、プログラミングスクールとか、その派遣会社に入って、まずその派遣先で過酷だと思いますけど、実績を積んでから転職するのが一番ですね。であとは、えー、ネットワーク系の人たちも欲しい。 ところだと思う。クラウドエンジニアって言うんですかね。そういった人材も組み込みの業界には必要だと感じます。はい。以上になりますが、もしこの動画が良ければ、いいねとチャンネル登録をお願いします。何かいろいろ聞きたいこととかあれば、コメント欄にいただければと思いますので、よろしくお願いします。では、この動画はこれで終わります。ありがとうございました。